ですね、ちょっとカラオケの方にちょっと、はい、挑戦していただきたいなと思いますので、ちょっと私、はい、真ん中の番号を押して、ちょっと上上がってもらいまして、はい、うん、入れないですね、はい。PS4 で龍が如くとプレイされたことありますか？あ、もちろん、はい。なるほど。目的地に向かえばいいですかね。はい。はい、カラオケはですね、この左のスナックにあるんですけど、まあ、ちょっと最初バトルやりますか？カラオケ行っちゃいますか？ちょっと1回ぐらいね、はい、ちょっと手のチンピラぶん殴ってみたいな。向こうでいいですか？はい、歩いてると多分出会う、いると思うんですけども、いないかな。あ、いた。あ、いましたね。あ、いた。やつはいましたね。はい、いきなり襲いかかる。何の印もないのによくわかりましたね。相当プレー慣れてる人の いきなりこう喧嘩ふっかけるみたいな。待ってますよ。いい感じですね。はいはい。ああ、いい感じだ。やっぱ初めてプレーしてるとこ見ますけど、あ、掴んでもうパンチ当ててダメージを稼ぐとか結構あれですね。全然すいません、慣れてますね。普通に慣れてますね。うまいな。はいはいはい。しかもなんかこう美しい倒し方をこうしようとしてる。無駄がない。おお、これ新しいヒートアクションだったでしょうね。坂本より見せ方知ってますね。もう私横で見てちょっと情けないですね。うちの2人お前もなんかこう、はい、こうなってくるとね、すいません、そうリレーがあるなんだらって言い訳ばっかりしてるけど、そうじゃない。これが好きなんですよね。これ気持ちいいから。だってこう見たらできるじゃんか。じゃあちゃんと後で反省会ということで。あとこの待つのかな。ああ、完璧でございます。完璧でございます。今最後倒し方は見計らってましたから、ね。どうやろうか。最後ヒートアクションで倒したいな。うん、じゃあさっきの道戻っていただいて。はい、あ、でもこれは本当にカラオケに行く。うまい。はい、カラオケに、はい、行きましょうか。で左左ですよね。はい、でそこのあの階段があると思うんです、そのビルの。そこで2階の方に上がっていただくとスナックがあるんですよね。そうですね。スナックで歌うっていうのがここのカラオケの、はい、でスナックに行ってそこですね、そこにちょっとぐるっと回ってもらって、はい、でこれママさんがいるんですけど、そこにちょっと話しかけてください。はいはいはい、はい、はいはい、で奥にですね機械があるんで、右側にですね、右側にその実際 そのカラオケそこですね、はい、で歌ってください、はい。選んでいただきたいのはですね、はい、まあ、今回の桐生の新曲がゲーム中に入ってますんで、はい、こちらも初公開、はい、そうですね、はい、それですね、はい、これですね、はい、こちらを選んでいただいて早速。でもアーティストの方にカラオケのミニゲームやってもらうって微妙な感じですけどね。カラオケが一番苦手なんですよね。いや本当にいいのかな。カラオケ一番苦手っていう長押しか、はい、若干これラグがあるんで、モニターにちょっと早めに押していただくといいかもわかんないです。はい、やべえやべえ。あ、でもまあでもどうですか。おう、掴んできた。あー、うん、ちょっと早めがいいですね。あ、うん、あ、やべえ。曲がやばいっすね。またこの歌すげえな、ちょっと。これあの黒田さんも結構お気に入りで、実際にあの歌取った時にかなりノリノリで歌ったらしいです。この辺り難しいです。あやばいっすね。ちょっとラグがねあるからモニターの都合でね、うん、入力がちょっと遅れちゃうんですよね。あ、でも初めてにしたら結構拾えてますね。あ、色変わった。超情熱モード。ああ、これやばいですね。はい、はい、こんな感じですね。はい、僕ミュージシャンなんですけどね。やば。これでも終わりですね。もう終わり。はい、これで終わりです。最後連打ね。じゃあ一応結果まで見届けた上で。これやばいですね。これはどうですかね。最終ランキング。
来た。これ生放送ですよね。生放送カットはできない。80点はいくんじゃないかとね控室では言ってたんですけど、恥ずかしいです ねこれはあれです ねこれはどうですか、今度これお時間あったらあの日を改めてあのマサのリベンジプレイっていう企画をですね、ちょっと一回チャンスいただきたいですね、はい、バトルとかも含めていつかできればと思いますけれど、まあね、うちのなんかステージでひどい集中